赤福餅赤福餅は、三重県伊勢市の和菓子や、赤福の和菓子商品である。餅菓子であり、いわゆるあんころ餅の一種。餅を、腰あんでくるんだもので、腰あんには三つの筋がつき、伊子津側の皮の流れを表しているとされる。餅は傾けて持ち替えると崩れることがあるほど、非常に柔らかい。A じゃないかの、テレビ CM と、赤太郎というキャラクターで知られる。中京。 近畿圏の JR 選手用駅や近鉄沿線の特急停車駅、サービスエリア、百貨店、空港売店など広範囲に発売されている。この販売エリアは伊勢神宮の振興が特に強い地域とほぼ等しいという説もある。基本的に直営店と在庫を管理する営業所の近辺に限られる。伊勢神宮内区前のおかげ横丁には茶店風の本店がある。 例年夏場には赤福氷という抹茶氷に赤福餅を入れたものが供される。冬場には赤福の餅と餡を使った全いが供される。この赤福氷と赤福全いは本店の他に伊勢島地区、名古屋地区、大阪地区の一部の直営店でも季節限定品として供されている。赤福経営者である浜田氏は浜田マスの口述によると 先祖は、大永年間に、宇治に移住してきた。それ以前のことは不明である。赤福の正確な創業年は不明だが、江戸時代初期には、広大神宮前、伊鈴川のほとりで、すでに赤福の屋号を持つ持ち屋を営んでいたと言われる。1707年執筆、1708年観光の市中県の浮きを増し、微形巻栄松に、伊勢古市の女が、赤福とやら、 青服とやらゆうあたの金持ちやに向こうに利を見向きもしなくなってしまい、その裏切りが悔しうて泣いておりますと嘆いたという話があり、これが赤服の屋号の書室である。そのため、現在は1707年を赤服の創業年としている。また、園田守り、引き蔵氏によると、頃の話として、昔の赤服は、ささやかな店で、 今の浜田氏と血縁のない浜田という老女が経営していたという。赤福の名は1895年の新都名称誌では、あを入れた餅を大福と呼ぶ大秘として、赤いあをつけた餅であるから赤福と称したと推察している。1929年の宇治山田氏氏ではこの説を採用し、その他の説はこじつけであるとしているが、 赤服のホームページでは真心を尽くすことで素直に他人の幸せを喜ぶことができるという意味の石身、吉富に由来するとしている。言い伝えによると、京都から来たお茶の総称がアンコロ文字を石身、吉富と称え、創業者の自閉がそれを聞きやごうと製品名に採用したという。名前の赤にちなんで包装も商品名のロゴも赤いが、歌詞自体の色は 厳密には小豆色であり赤ではない。赤福餅製造風景。現在は手作りは本店での喫食分などに限られる。当初は砂糖が貴重品であったために塩味の案であった。1727年、江戸幕府の八大将軍、徳川吉宗が砂糖の原料となる砂糖きびの栽培を奨励し、砂糖の生産工が増えたことから、 赤福も次第に黒砂糖案を使うようになった。1911年、証券皇太后が神宮参拝の折赤福餅を注文した。赤福は甘みと悪の強い黒砂糖案では皇后陛下のお口に合わないのではないかと暗示、白砂糖案の特製品を検証した結果、無事公表を白したという。この結果、一般販売にも白砂糖案を使うようになり、 現行の赤福持ちが完成した。赤福では、証券交代号の注文を受けた5月19日を、誉れの日と定め、放送誌にも、誉れの赤福と称するようになった。しばらくの間は、黒砂糖案を、赤福、白砂糖案を、誉れの赤福として販売していたが、その後公社に統一された。なお、消費期限及び製造日、原材料表示偽装事件発覚後、 営業再開した新パッケージでは、誉れのという文字は削除された。なお現在、パッケージの包み紙には、誉れの文字が記載されている。本店での店頭では、手作りの実演販売がされているが、現在は、手作り品はその場で提供する分など一部に限られる。包装品は原則として、工場生産である。工場は1977年により、本店蕎から、 伊勢市浅間町に移転した。さらに、浅間町の工場は、創業能力や津波対策に問題があるとして、2019年度には、伊勢市上その町の神その工業団地への、再移転工事が始まる予定である。赤服は、赤服、誉れの赤服を併売していた時期などを別にすると、原則として、通年販売は1種類のみだった。2018年7月15日、 前年の全国菓子大博覧会で好評だった白、かつて販売していた黒砂糖案の黒、そして新製品として大麦若葉で色をつけた緑を追加し、従来の赤と合わせて4種類の赤服をセットにしたイ子鈴の遊び餅を販売開始した。2019年5月20日からはトウモロコシで色をつけた木を発売予定であるイ子鈴の遊び餅は 石津川天のみ販売となる。商品放送紙の上面には、伊勢神宮の神殿と内宮前の宇治橋が、そこ側には赤福にちなんだ俳句が記されている。四季と挙子の句と放送にあるが、正岡四季については、出典不明であるという。また箱の中には、伊勢だよりという、その日にちなんだ文章と絵の入った紙片が入っており、500種類ほどある。 保存料を使わない生菓子であり、本来の消費期限は、夏季は製造年月日を含め2日間、冬季は3日間である。創業300年となった2007年に、冷凍保存していた製品を、回答日を製造年月日として出荷していたこと、さらに売れ残り商品の再利用をしていたことが、明るみに出た。三重県が10月19日より、 赤服を無期限の営業禁止処分としたことで、経営問題に発展した。このことについては、後継消費期限及び製造日、原材料表示偽装事件を参照。2008年度は、2月6日の販売再開時から5月16日までの間と、同年10月11日から翌年2009年5月17日までが、冬季用の消費期限設定に、 2008年5月17日より10月10日までの間は、柿用の消費期限が設定された。また折り箱や命名箱の帯風は、陶器用が円磁色、柿用が水色となっている。原材料表記も、砂糖、小豆、もち米と書かれていることは共通であるが、陶器用は、陶類加工品を使用している旨が追記されているのに、対し、 カキ用は表記の原材料のみの使用のため、追記は除外されている。なお2008年2月6日の営業再開時から3月末までは、前述の伊勢頼に変えて、不祥事のお詫びと営業再開についての挨拶文が入れられていたが、4月1日より伊勢頼が再び入れられるようになった。またこの伊勢頼には、社長名も入れられていたが、 不祥事後の営業が再開されてからは、社長名は入れられていない。また2008年5月17日より、放送紙に記載される製造年月日と消費期限の年月日の表示も、これまでの西暦表示から、言語表示に変更された。上記の消費期限の設定や、配達日数の関係もあり、地方配送は、例年、気温の高い6から10月の間以外のみ、 対応している。長年、赤太郎という侍をイメージした漫画のキャラクターが CM に登場し、伊勢の名物、赤福持ちは A じゃないかの CM ソングと共に人気を博した。また、この CM ソングをオフボーカルで使った企業イメージ CM も名古屋、大阪地区を中心に放映された。赤太郎のキャラは、三重県の県域新聞社、伊勢新聞の一面大事課に、 赤福提供で連日掲載していた漫画天気予報にも登場した。他に週刊文春、週刊新潮に広告を掲載。また、伊勢市、戸橋、市、島市周辺の国道像や近鉄の駅には赤福の広告看板が多数設置されている。赤太郎の青年月日はテレビ CM を開始した昭和38年5月19日生まれとしている。正確 明朗、情け深い、土地。なお、口述する消費期限及び製造日、原材料表示偽装事件のため、一時期、これらの CM、広告掲載は自粛した。昨日持ちのレイリッシュ春大吉持ち1月を除く、毎月1日にその月にちなんで発売される持ち。昨日参りの参拝客へのもてなしに百9 7 8年に発売開始した。開始当時は、 店で食べるのみであったが、後に持ち帰り用が発売されるようになり、現在では本店及び四日市市、名古屋市、大阪市、神戸市にある百貨店内の直営店で予約販売をするようになった。なお、2020年は新型コロナウイルス感染症の流行により5月から7月まで販売を休止したが8月より再開した。赤福が約300年間変わらず、 秋内を続けてこられたのも、お伊勢さんのおかげとの感謝の気持ちを込めて立ち上げた、現代の鳥居前町。伊勢の代表的な建築様式を取り入れた町並みに、40余りの伊勢名物の店舗が軒を並べており、お土産購入やつまみ食いを楽しめる無料のミニテーマパークとなっている。社長は12代目の浜田勝子。2014年4月23日より現職。 非常上企業であり、赤服の発行済み株式は、浜田一族が、大株主の浜田創業が84%を保有。残りは、マスタネとノリアスが2分している。企業としても、伊勢市における影響力は、近鉄グループと並んで大きく、10代目、二代社長で、前会長の浜田マスタネは、伊勢商工会議所回答を兼ねていた。その際、 2007年5月に JR 東海の三宮線を2013年の式年戦宮前に廃線にし、伊勢市駅構内の車両基地を駐車場にする意向を発言して物議を醸したこともあった。伝統企業の国際組織であるエノキアン、協会会員企業。2013年2月28日には、新設のサッカー場、伊勢フットボールビレッジのピッチ2面とクラブハウスなどを、 伊勢市へ寄贈した。掃除業費15億円中13億円を赤福が負担している。2007年の当初計画では斜面のピッチを計画していたが、事故の消費期限及び製造日、原材料表示偽装事件により計画を中断。5面に縮小した上で2011年より工事を再開して完成させた。日本経済新聞によると、 サッカー場への出資はノリアスが主導で行った。11代目、3代社長の浜田ノリアスは2005年10月、就任し、マスタネの辞職後は代表権を持ち名実ともに、経営の実権を握った。この時、外部から会長として、玉井英二を迎えている。しかし2014年4月23日、赤福は臨時株主総会でノリアスを退任させ、 マスタネの妻であるカツコを公認社長に選任した。またこの時、平取締役として赤服に泊まっていた、玉江も退任した。毎日新聞によると、関係者の話として、ノリアスは、家業から企業へを掲げて、近代的な企業経営への転換を図り、2008年に64億円だった、売上高を2013年には92億円に押し上げたが、そこで、従来の、 家業型経営を重視するマスタネと対立し、ノリアスの実質的な解任劇に及んだという。ノリアスは代表権のない会長に棚上げされた。赤福は社長交代について4月23日付で経営体制変更のためと発表した。公式サイトでは代表者、勝子は代表取締役社派派遣社長という肩書で表示されている。 2017年開催の第27回全国菓子大博覧会、三重では浜田範康が実行委員長を務めた。赤服は白小豆を使用した白い赤服とセットの宿本などを限定品として販売した。範康によると当初は津市での開催予定だったが伊勢市への誘致に成功した。また、 前回の第26回合博は、伊勢市開催が内定していたが、赤福の偽装事件などの影響で開催できなくなり、広島市での開催に変わった経緯があったという。同年11月24日付で、浜田増スが代表取締役会長に復帰した。関係者によると、同日の株主総会で赤福の持ち株会社である、浜田創業より、 マスタネの役員専人が提案され、承認された。勝子も引き続き代表権を持ち続ける。前会長のノリアスは、顧問となった。関連企業である、酒造メーカーの伊勢一万が、浜田マスタネの指示で長年にわたり、山口組系の指定暴力団に対して、大網入り焼酎を製造、販売していたことが発覚し、浜田マスタネが2020年1月16日付で、 代表取締役会長を再度退任していたことがテレビ、東京などによる取材で判明した。その余波を受け、全国各地の物産店での販売中止が相次いでいる。さらに2020年2月27日のテレビ東京の報道にて2012年12月時点で外部の弁護士から暴力団との取引について問題点を指摘されていたにもかかわらず、7年以上にわたって、 隠蔽していた事実が明らかとなった。毎年正月早朝に東海テレビ制作、富士系全国ネットで放送される、伊勢神宮科学では、東海テレビのみ、赤福一社提供となっている。経緯2007年10月12日、食品の品質表示などを定めた、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に、関する法律違反容疑で、農林水産省及び、 伊勢保健所の立ち入り調査を受けていることが分かった。関係者によれば、夏場に製造日と消費期限を偽ったことがあると、伊勢保健所に情報が入り、その結果9月19日より、農水省と伊勢保健所が任意調査を行ったという。農水省によると、赤福は出荷の際余った餅を冷凍保存して、解凍した時点を製造年月日に偽装して出荷していた。 赤服は回答しての再放送を巻き直しと称していた。偽装は未出荷のものもあれば配送車に積んだまま持ち帰ったものもあった。さらには回収した赤服餅を餅と餡に分けてそれぞれ無持餅、無機餡と称して自社内での材料に再利用させたり関連会社へ原料として販売していた事実も発覚した。偽装品の出荷量は 平成16年9月1日から平成19年8月31日までの間に605万4459箱に上り、これ以外の期間にも日常的に出荷していた。10月18日23時赤福川が緊急会見を発表し、売れ残った商品を製造日を偽装再出荷したことを認めた。これは食品衛生法違反行為であり、 農林水産省は本社工場等を強制調査方針。これを受けて三重県は行政処分として19日より無期限営業禁止処分方針を決めた。また、原材料表示では使用した重量順に砂糖、小豆、ち米と表示すべきところを小豆、ち米、砂糖と表示していた。ただし、赤服の巻き直し行為は十数年前から、 地元保健所が把握していて、ジャズ法担当部署に連絡しなかった不作為行為が発覚。行政責任も問われている。この問題が発覚後、三重県内や名古屋市、大阪市などを、東海、近畿の駅売店、百貨店などでは赤福餅の販売を自粛し、伊勢市の赤福本店は臨時休業となった。また、時事通信によれば、 製造日偽装は34年前から行っていた。さらに、日本経済新聞は、少なくとも40年前から偽装を始めていたと報じた。10月31日付で、浜田正種が会長職を辞任した後、12月14日に、玉井英治を新会長とするなどの新人事を発表した。しかし、浜田のりは社長を留任した。加えて、 前会長のマスタネはいくつかの会合で新会長は飾り物で2、3年もすれば自分が会長に復帰する。自由の身の今の間に関連会社をバンバン作ると発言したという。その後の乗り安退任などについては企業としての赤服を参照。また赤服は11月12日にジャス法を根拠とした東海農政局の指示に従って 改善報告書を提出した。中日新聞は、報告書の開示を求めたが、東海農政局は目次などを除き、大部分を塗りつぶして公開し、また、添付資料の公開には応じなかった。東海農政局は、赤服の競争上の地位や利益を害する恐れがある、こうにすることが前提となれば、報告書の内容が不十分になる恐れがあるなどの理由を挙げた。 神宮への初詣で,でにぎわう正月は、駆け入れ時だが、2008年正月の営業再開は断念した。ただし、おかげ横丁運営の伊勢服など、関連企業のほとんどは、通常通りに営業された。赤福本体ではその間に、冷凍設備の撤去や、老朽化した設備の改修などを進めた。製造ラインには新たに、製品の再放送、 再出荷といった不正行為を防止するために、製造年月日を放送紙だけでなく、折り箱の側面にも印刷する印字装置も設置された。三重県に1月中に完了の報告がなかったため、営業再開は2月の見込みとなった。偽装発覚前、赤福餅は直営21点、委託307点で販売されていたが、営業再開後は当面。 食営21点のみでの販売を予定していることも明らかになった。1月25日、改善作業の終了を伊勢保健所に報告。1月28日より、伊勢保健所は営業解禁に向けた最終確認のため立ち入り検査を行った。営業再開と現在の販売体制2008年1月30日、三重県は赤福に対し営業禁止処分を解除した。 これを受けて2月6日より、本店、内空前、支店、須津川店の伊勢市内直営3店で、続いて2月12日より、松坂屋名古屋本店と、JR 名古屋高島屋内の直営店、赤福茶屋で営業を再開した。上記名古屋市内の赤福茶屋2店において、不祥事発覚以前は、名古屋営業所で製造された赤福餅が出されていたが、 現在は、伊勢市内の本社工場で製造された赤福餅が出されるようになった。3月3日からは、近畿、東海に府5県にある12の直営店と120の委託販売店で販売が再開された。委託販売店の再開はその後も続き、3月10日に13店、4月は1日に49店と21日に9店。 5月は12日に8点と19日に14点が再開した。さらに6月は4日に直営2点と委託3点、23日には委託5点が、7月は7日に委託2点、10日に直営1点、21日に委託3点が、8月4日には委託1点が再開した。9月は既存の委託2点が販売を中止した代わりに、10月に 委託2点が新たに販売を再開した。11月と12月にもそれぞれ委託店が1点ずつ再開した。2009年は委託販売店が2月と3月に各1点ずつ4月に2点が新たに販売を開始したことにより同時点で直営20点、委託233点の計253点にて販売されている。浜田のりや社長によると 2009年2月の段階で一昨年に比べ7割程度まで売り上げが回復したが製造の3%は売れ残りとして廃棄処分となっているという。なお、その他の店舗での販売の再開、並びに百貨店等での特別販売については取引先の要請があれば準備を進め次第、逐次再開するとしている。そんな中で久々の特別販売として、 2008年10月15日から24日までの間、三越日本橋本店の採事場にて特別販売が行われた。また地方配送については、2008年10月8日より、伊勢島地区の直営店と宅配係の直通電話にて、10月11日発送分以降の受付を再開した。 また2009年3月6日より赤服のホームページにて宅配の受付簿によりも行われた。ただし発送ができるのは12個入りの中、折り箱のみであった。なお2008年度の宅配の受付は2009年5月15日受付、分んで終了した。保存の問題上、6月から9月まで夏季の間、地方配送は行われていないので注意が必要である。 昨日餅については2009年3月1日より毎月1日ごとの販売を再開した。関連会社の問題問題発覚以前から関連会社を含めて製造年月費等に関する赤福餅に対する疑惑がなかったわけではない。余った餅を関連企業のマスヤのおにぎりせんべいに再利用しているという都市伝説が存在し、マスヤと赤福が公式に否定したことがあった。 マスヤの回答にあるように、赤福餅はもち米、おにぎりせんべいはうるち米を使用しており、両者の融通はありえない。ただしその後の調査で、マスヤより分社した和菓子製造部門の和菓子の万寿屋において、無機案の再利用が発覚した。無機案は2000年5月から2007年1月の間、案の3割に使われていた。これを受け、 万寿や製品を販売していた小売店は販売を自粛。万寿屋は CSR 委員会を設置し、コンプライアンスなどの再認識を行った。2008年1月より小売店の多くは万寿、ま、や製品の取り扱いを再開した。なお、万寿屋は生活協同組合に昨日持ちの廉価版的存在である一周持ちを下ろしている。この製品については、 はじめから冷凍食品として販売され、むしろ冷凍技術の優秀さをアピールしていた。無期安使用発覚に伴い、一周餅の販売も中止された。その後、他の製品と共に取り扱いを再開したが、売れ行き低迷で2014年から年4回の四季の贈り物に改められた。また、2007年12月11日、同じく関連企業の駅や本店も、 賞味期限切れの和菓子を販売していたことが判明。特に本店の喫茶スペースで販売された和菓子は9割が賞味期限切れだった。同社は12月7日付で和菓子販売の廃業を届け出て会社の生産を表明したため三重県は処分を見送った。赤福と伊鈴茶屋の各伊鈴川支店赤福に似た形状のアンコロお餅は各地にある。 中でも五福餅は赤福と同様、江戸時代に創業し、伊勢市で製造、販売されているアンコロ餅で、波形の形状も赤福とそっくりであり、ピンク色基調のパッケージも赤福と同様であるが、全く別の会社の製品である。他に、三重県伊賀市の名阪国道下り線の伊賀インターチェンジ横にある伊賀ドライブインでは伊賀福と称する。 類似品が発売されている。これは赤服に比べんの色が薄く甘さも控えめである。名古屋市天白区の朝倉商店が製造している名服餅という商品もあり、こちらは西名阪自動車道の柏サービスエリアなどで購入できる。赤服のことによると、明治から大正にかけて赤服の類似品が乱立し、時には 赤福の前に店を出して挑んできた業者もあった。明治8年、赤福本店の北隣に、去るお金持ちが、大層立派な店をお立てになり、類似品の店を出したが、1年余りで結局、撤退した。明治10年、伊ス津川河畔にあった、当時の本店が水害で浸水すると、かえって元ライバル店の敷地を買収し、改築して、本店を移転した。これが、 現在の赤福本店である。松阪の豪商、長谷川稼働は餅に関する収集をして、餅社という資料館で公開していたが、餅社所蔵の餅札集によると、松阪に赤福、赤福餅、名張に今赤福餅、福餅などがあり、宇治山田、二見、鳥羽などでは赤福、赤福、日の出赤福、赤福うぐいす餅、 トバ赤服など多くの類似品が存在した。赤服側はそれらの類似品に自粛を求めたり、あるいは商標を買い取るなどして対抗した。昭和に入り、類似品対策に赤、服の付く80種の商標を登録した。2014年現在の赤服は、これらの類似品について、その件に関しまして、私ども赤服本社は、特に申し上げることもございませんと回答している。 赤服に関するカテゴリー、ありがとうございます。